こんにちは、森本です。今回は音楽の評価、ここをですね、すごくわかりやすく、そして心に響くように表現している素敵な映画イエスタデイのですね、二つの名シーン、ここをですね、解説させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回は映画イエスタデイの本編の内容をですね、もうがっつりとお話しします。なので、これからこの映画を見ようと思っている方はですね、ここでこの動画を消してください。そして映画をご覧になられた後にですね、ぜひもう一度この動画にですね、戻ってきていただければ嬉しいです。きっとこの映画がですね、2、3倍楽しくなると思います。それではですね、早速本題に入っていきたいと思いますが、今日はですね、いつも以上にこうもったいぶっている喋り方になると思いますが、ちょっとお許しください。では、その音楽の評価なんですが、そもそも音楽だけではなくアートや映画などのですね、評価をするときの基準って何だと思いますか？評論家の評価でしょうか？それとも売上金額、つまりはセールスの数字でしょうか？好き嫌いがあるから、そもそも音楽を評価すること自体が間違っている。いろいろな意見があるとは思いますが、そこをですね、この映画では確実に音楽には優劣があることをですね、表現しております。この映画の設定ですが、あるアマチュアのシンガーソングライターが主人公なんですけども、この主人公はですね、歌がめちゃくちゃうまいんですね。ただ作曲能力が低いんです。なんですが、そんな彼のですね、作った曲の中でも友達や家族にだけ人気のあるサマーソングっていう曲がありました。しかし世間からはですね、その曲はまあ認められないんですね。なので、まあ全然売れないミュージシャンなんです。そんな主人公がですね、ある日交通事故に遭うんです。そして主人公はですね、意識不明の重傷になるんですが、まあ一命を取り留めるんですね。その後主人公がなんとか回復するんですが、この回復した後からがこの映画のですね、面白さがこうぐっと迫ってくる感じになります。それは何かと言いますと、主人公がですね、意識不明になった後に意識が戻ったその世界はですね、以前と違う世界になっています。なんとあのビートルズが存在しない世界になってしまっているんですね。そうとは知らずに事故から回復した主人公はですね、みんなの前で元気になったことをアピールするためにビートルズの名曲イエスタデイを歌うんですね。すると友達はですね、この素晴らしい曲は何と、もうビビりまくるんですね。ビートルズの名曲に感動しまくるんですね。そこでこの主人公はこの世界がビートルズが存在しない世界だと悟ります。そこで作曲能力に恵まれていなかった主人公は罪悪感を感じながらも人を感動させられることの誘惑に負けてビートルズの曲をどんどん歌い続けていくんですね。そうこうしているうちにですね、曲の素晴らしさから徐々に注目されていくんですけども、そしてそんな主人公にですね、大物ミュージシャンのエド・シーランから電話がかかってきます。この映画にですね、エド・シーランがエド・シーラン本人役で登場しております。そこも面白いです。そして主人公の男をエド・シーランのコンサートへ同行させることになって前座をさせることになります。もちろんビートルズの曲を演奏するので主人公の歌う曲で会場もいつも大盛り上がりになるんですね。そのツアーの打ち上げの席でですね、エド・シーランが主人公の男に10分間でどっちが優れた名曲を作れるかっていう勝負を挑むんですね。まあ前置きが長くなって本当に申し訳ございません。ここからのシーンが音楽の評価をですね、すごくわかりやすく、そして心に響くように表現しているシーンの一つになるんですが、エド・シーランがまず先にですね、美しい未完成の曲を歌います。本当にいい曲ですね。未完成なんでしょうか。私詳しくエド・シーラン知らないんですけども、いい曲でした。そして主人公はですね、まだ誰の前でも歌ったことがないビートルズの名曲を歌います。ビートルズのその名曲を聴いている途中で、エド・シーランの表情はですね、自分の負けをですね、認めた顔つきになっていくんですね。その場にはですね、他にもたくさんの人がいたんですが、その他の人たちの表情はあまり映していないんですね。つまりたくさんのですね、他の人も音楽が好きだけど、エド・シーランはその場の誰よりもですね、多くの人を感動させられるミュージシャンなんですね。つまり最も音楽に詳しい存在という立場でエド・シーランがそのシーンにいるわけなんです。だからその他の多くの人の意見より、ここではエド・シーランの意見がこの場ではもう一番重要なんですね。なぜならエド・シーランの意見が最も専門家の意見となるからです。そして大物ミュージシャンであるエド・シーランの曲とパッドデーのですね、無名の男のですね、曲での勝負でもエド・シーランは正しく音楽の評価をするんですね。それはエド・シーランが自分の負けだと認めることですね。このシーンはですね、ものすごく心が打たれました。またエド・シーランのですね、ビートルズへのリスペクトがですね、何よりも感動しました。何しろエド・シーランはですね、エド・シーラン本人役で出ているんですね。
ここがすごい重要です。つまり自分はまだまだビートルズの名曲には勝てないと、間接的にビートルズの名曲にですね、敬意、リスペクトをですね、払ったわけなんですね。このシーンで、この映画が主張しているのは、音楽には確実にですね、優劣がある。または、その優劣は質の優劣であるということですね。極端に言うとですね、僕が描いた絵と、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵では、まあ、絵の上手さや下手さなどではなく、質そのものが違うと思うんですね。僕は絵の知識や技術を持っていないんですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、圧倒的なこの絵の知識と技を持っているんですね。つまり、ここではですね、好きとか嫌いとかっていう、そういうシンプルな尺度では一切測っていないんですね。この考えをですね、嫌味なく感動的に表現しているところに、本当に感動しました。また僕もですね、この映画の主張と同じく、音楽には質があって、そこには優劣があると思っている立場なので、まあ余計にですね、心に響いたんだとも思います。そして、この勝負の後、主人公の男はですね、プロミュージシャンとしてレコーディングを始めます。その中でプロデューサーやエド・シーランの前でですね、自分が作った曲、サマーソング、まあ友達にめちゃくちゃ受けてる曲をですね、聴かせるんですね。そのシーンには、主人公の昔からの友達で、そのサマーソングのですね、ファンもですね、同席していて、その主人公の友人は、まあサマーソングの曲がかかり終わると同時にですね、この曲もうめちゃくちゃ好き、みたいなことをですね、ニコニコしながら言うんですね。しかし、プロデューサーやエド・シーランはですね、このサマーソングはダサ作だと、もうはっきり言っちゃうんですね。ここでは音楽の評価ではなく、素敵な音楽の楽しみ方をですね、主張しています。ここでも僕の意見はこの映画と一緒なんですね。つまり、音楽を楽しむのに、音楽的知識なんかは必要ないっていうことですね。楽しければいいっていうと、かなり乱暴な言い方になるんですけども、小さい子供が歌う下手くそな歌ってあるじゃないですか。でもそれってすごくとても可愛くて、なんか感動したりすることありませんか？しかし、子供が歌う下手くそな歌にですね、感動したことと、テクノハウス系の名曲を聴いた時の感動とでは、感動の内容がですね、もう明らかに違うじゃないですか。でも、どちらも音楽を楽しむっていう点ではもう同レベルだと思うんですね。しかし子供が歌う、まあ下手くそな歌は決して名曲にはならないんですね。なぜならそこには音楽の質の高さがないからなんです。そこでこの映画のですね、素晴らしいところはこの音楽への評価と音楽の楽しみ方をですね、同等に重要な考え方としてですね、捉えていて、どちらか一つで賄えるものではないと主張しているところです。本当にですね、もういい映画だなと思います。もったいぶった話ばかりしてですね、ちょっと聞きづらかったかもしれませんが、要はこの映画では音楽の質の優劣があるということと、音楽で楽しむっていうことはですね、決してイコールではないということなんですね。この映画はもう本当に素晴らしい表現で音楽の楽しみ方と音楽との向き合い方をですね、提案してくれています。もちろんその音楽を詳しくなっていて質の高いものに気づいていくと、まあいろんな情報をですね、キャッチできるので、知らない方よりかはですね、その一つの曲をですね、楽しめるポイントっていうのはですね、いっぱいあるとは思うんですけども、ただ音楽の楽しみ方って本当にそこだけではないじゃないですか。ただシンプルに聴いて気持ちがいいであったりとか感動したりとかっていう風に感情が動くこともすごく重要だと思ってるんですね。僕はですね、この映画の2つの名シーンで訴えている、提案している考えにですね、もう同意見なので、よりまあ響いてはいるんですが、まあこれはですね、一つの考え方として受け取ってください。これだけではありません。ただ、その一つの考え方をですね、表現するのに素敵な演出をしていることは間違いないと思いますので、まだこの映画を見ていない方がいらっしゃいましたら、よかったらまあ一度見ていただきたいです。本当におすすめです。つまり音楽の評価もアートの評価と一緒でですね、まあ詳しいこう専門知識を持ってですね、楽しむ方法もあれば、ただただ直感でですね、感じるものをですね、楽しむっていう方法、この2つがしっかりと存在して、その2つがですね、どっちがいい悪いとかっていうのがなくてですね、両方とも楽しめるんだったらいいんじゃないかっていうところをですね、この映画を通してですね、私も一緒に伝えたいと思い、この動画を作りました。というわけでですね、今回は以上となります。ありがとうございます。また新しい動画をですね、どんどん作っていきますので、これからも応援の方をお願いいたします。チャンネル登録していただければ、新しい動画がアップした際にはですね、連絡が行くようになっておりますので、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございました。